あとなん、伊原亮太郎さんとは仲悪いんですか仲悪いというか、はい、なんか、あいつのその言い方がすごい気に入らなくて、その、うん、だからなんていうんですかね、分かりやすい例がちょっとないんですけど、はい、なんかキャラをこうブレイキングダウン内ですごいこうオラオラじゃないですけど、こうやんちゃキャラをするのは別にそれは大賛成なんですよ、はい、まあエンタメとしては。でも、その見境なく分別せず、誰にでもっていうか、 でもその割にはちゃんと朝倉未来さんとか溝口さんにはツイッター内でもペコペコしながら <laughs> で,もでも著名人には見境なく誰にでも <laughs> 的ななんかあのキャラが俺はすごい嫌いではい、はい、だからどうせやったらその井原亮とか昔おった井原亮とかあとなんていうんですかなんかそういう人おるじゃないですかその誰にでも噛みついてい,い,けいくみたいなそういう感じがいいと思って。はい まあこれは僕個人的なまあ考えなんですけどねでもツイッター見てるとなんか武井壮さんとかにもなんかすっごい噛みついたりとかしてたりとかあと言い方がもう誰がどう見てもこういう感じにはなりたくないって思うような感じの感じやったんでなんかそれがすごい気に入らなくて気に入らなかったんですよそしたら向こうが先になんか僕のツイート僕別に井原亮太郎について話してないんですけど あいつが僕のツイートをリツイートして、なんかこいつ気持ち悪いなみたいな感じで言ってきたんで、で、俺がうんってなって、その、俺のことを言ってんのか、<laughs> その、中のことを言ってんのか、誰のことを言ってんのか分からなくて、で、ちょっと、ないこいつみたいな感じ言ったら、なんか、こいつ目減らない、どうやらとか、すごい言ってきたんで、<laughs> あこいつ見境ないなと思って、<laughs> ほんで、お前、で、あいつがなんか大阪で1日店長やるって聞いたんで、はい。お前 お前の言う、その、なんて言うかな。あ、そうだ、あいつがティックトックライブしたんですよ。はい。で、ティックトックライブしてて、僕がィックトックライブたまたま出てきて、おすすめで。はい。おすすめで出てきたから、なんか、あんならあいつが、お百九十八センチのテコンドーのあの、ああのバカ来てんじゃん、みたいな感じですごい言ってた。あ <laughs>、<laughs> 似てるよね。だから僕が、なんか、なんかお前、マジ一、俺やったってもええで、みたいな感じでコメントしたんですよ。ははは。ほんなら、 なんかこいつマジで階級下のやついじめてマジダサいんやけどみたいななんか自分から散々喧嘩言っといてそ,のそこで階級の話出してきてもう究極的にダサいのお前やろっていう感じやったんですよ僕からしたら。でそれで「お前は別に」って「お前がそうやってあのオラオラで来るんやったら」 あのその俺、すごい迷惑かかってるから、俺もオラオラで行ったるわと。お前も一回被害受けてみろって。な、お前一日転職するやろじゃあ、その店、むちゃくちゃ迷惑しに行ったるから、お前覚えとけよっ,つって言ったんですよ。ほんなら、あいつがガチでなんか、え、ガチで来るのみたいになって、<laughs> 慌ててましたけど。結局行かなかったんですか行きました。あ行ったんですかはい。<え>いはどうなったんですか大阪で、えっと、知り合いのバーでやってる時に、 僕、夜の12時ぐらいにバーン開けて行って、<laughs> おい、言て、何言ってくれとんねんみたいな感じだったんですけど、<laughs> はい、でも、客がその時は一組しかいなかったんですよ、帰ってて。でもう一組しかおれへんし、なんか全然すごい落ち着いた雰囲気やったから、なんかこれ、おもんないなって途中で気付いて、僕自身も。はい、で、パって会ったら、なんかあいつ、めっちゃいいやつやったんですよ。<laughs> マジえ、マジできましたよみたいな、なんかそこでなんか敬語になって、なんかすごいなんかこう直接会えばいいやつみたいな、よくあるパターンの。まあ、岩田さんもじゃあ彼はいい人ってことでよかったですね。まあ最終的にだから、なんかいいやつみたいな感じだったんで、なんかもうしゃ、ここで言うてもしゃあないかなと思って。いい話じゃないですかで。とりあえずそこでなんかと、ど 飲みながら僕はまあソフトドリンク飲みながらあの一緒に話1時間ぐらい話して帰りました。<laughs>